皆さん、こんにちは。私は、今日はありがとうございます。私はですね、ドン・ウォン・リーと言います。19年間、スピーチ・シングラルの処理と品質評価の専門をしています。LINE プラスのバイオ i p プラットフォームチームに所属しています。今日お話しするのはこの8年間、コール品質を維持するためにやったことです。今、世間では無料だし、質問いいのでインターネットフォンを使っています。無料でも悪ければ使わないんですけども、 しかしながらなのでやはりサービスを使い続けてもらうためには良い,い品質を維持しなくてはなりません今日はベストの品質を維持するためにやっていることやってきたことをお話ししたいと思います これがアジェンダでございますまず概要としてお話を始めてそしてベストクオリティとの点が何かということそして品質評価の仕方ですとか評価の方法のトレンドを話します。 そして、グローバルレベル,レベルでの品質とモニタリングのシステムの話をしたいと思います。じゃあ始めましょう。ベストクオリティですけども、会話のクオリティは何でしょうかということです。ベストのクオリティを担保するためにも、まま、それをまず定義する必要があります。電話についてですけども、私たちは毎日、友達ですとか家族に電話をして、こう聞いて、とっても幸せな気持ちになります。仕事にも電話を使うし、ホテルの予約も電話でします。 電話のない世界というのは考えられません。しかしながら、このテレコミュニケーション、通信って考えますと、電話とはもともと離れた人へ情報を伝達するという意味なのです。しかしながら、情報伝達のためだけに電話しているのでしょうか、私たちは。例えば、私、時々朝、母に電話をします。皆さんもそうされると思いますけども、何を話しますか 大体健康のこととか体調とか天気の話します。皆さんどうでしょうか重要なのはお母さんなどと話した後ってどう感じますか <laughs> お母さんが横にいて息吹を感じて愛を感じますよね <laughs> 私は出張へ行くと恋人に電話します。特 <laughs> に話をするわけでもなく。 お互い仕事をしているけど電話はつながっていますでも電話でつながると空間もつながっているような感じがしますそして彼女がそばにいるっていう感じを受けるんですススペースをつなぐこれがのの新しい電話の世界ですそのためにはライ部の音声の品質で同じ場所にいてつながっている感覚を提供してまたそういった感覚を持つことが必要なのです ではどうやって電話でのライブの音声を作るかということです。まず最初に発話者同士の距離を考えました。1960年以来、身体的コンタクトと人の距離の研究がされています。その中でヨーロッパとアジアで通信距離の研究もされています。それには3種類の距離があるそうです。まず家族や恋人同士のとっても近い距離。 お互いいの息遣いでですすら感じる距離です次は友人や、えー、同僚との距離3つ目は社会的な距離です。これは初めて会う人との距離感を言いますがどれが一番いい距離でしょうか LINE 通話サービス進出としての距離は1メートル以内で実際に話をしている距離と決めました。では、通話の進出をどう評価するんでしょうか。まず、VIOP 通話ですけど、なぜ聞きれるのでしょうかということです。ここで音声をインターネットを介して送るプロセスを見ましょう。 マイクからの音声信号は音声エンコーダーが10ないし15のファクターで圧縮します圧縮されたデータはインターネット配信のためにコンテナでパケット化され20ミリ秒ごとに配信されますこの小さい多数の音声パケットがインターネットの向こう側にいる人に送られます そしてパケットロスなく配信され音声へ変換されるということです。最終的にはこれを声に音声パケットはパケットネットワークを介して反射されますのでパケット自体なくなったり遅延したりすることもあるわけです。 ですから、VOIP 品質評価にはこれらも考慮に入れます。そして、ベストの評価の評価の仕方とはどのようなものでしょう実際に耳で聞いて評価するのですが、これを MeanOpinionScore、MOS と言います。人がツアーを聞き、リスポンスとして1から5で評価しているのを見たことがありますか 音声が最高なら5、最低は1ということです。非常に簡単でしょでは、実際自分で評価しましょう。まず最初に元の音声を2回聞きます。この音声を覚えていてくださいね。いいですかもう一度。 どうですかじゃあやっってみまますすすね <Voice S 1> 開始ボボボイイイススス、えー、どの声がボイス1だったかとということです次はボイス2に行きます スコアをつけます。ちょっとププツプツけますよねどうでしょうか簡単でしたか他の人も同じようにスコア2をつけていますか、うん、できないですよねというのにご覧のようにスコアは聞いている人の体験とその環境に依存するからです。 同じお題になるように、通話の品質を評価するには、何度も何度も繰り返し測定しなくてはなりませんつまり極端的な方法が必要です。 そして、このようなです、ね、人評価の数値を予,約予測する客観的テストアルゴリズムが多数開発されています。そして、このアルゴリズムは音響心理学モデリングスコアを用いています。そして、これはです、ね、侵襲的な方法を使って基本的には暗裂エンドのテストをします。そして、音声を録音します。しかしか このテストを使うと PSQM、PAMS、PESQ はうまくいきません。えー、これらはですねパット、えー、パケットネットワークによる障害を考慮していないかです。2011年に新しいアルゴリズムが導入されました。名前は POLQA ですこれはさまざまな、えー、形で VIOP のコーデックスの品質予想が可能です。昨年、POLQA のバージョン3がリリースとなりました。これはかなりの前進で次世代のネットワークのフル帯域評価ができます。 私たちは通話の品質評価には数個のメトリックスを使っていますがポルコアはモスが可能そして、まあ、遅延が発生しますさて評価の詳細をお話ししましたが世界中のライン会話の音声の品質を理解するため私たちは現地へ行って各国のネットワークでテストをする必要がありました 世界の何カ国で LINE ツアーが使われているでしょうかユーザーさんは世界200カ国以上で LINE ツアーを使っています。そして地球上には何カ国あるかご存知ですかこれは230カ国です。すべて訪問することはできませんが、しかしながら主要国には探索チームを送りました。世界地図を広げて。 世界を3つの地域に分けました。東南アジア、ヨーロッパ、アメリカです。そして合計15カ国へチームを派遣しました。そして2、3ヶ月かけて主要国の評価をしました。タイ台湾、中国、スペイン、ドイツ、スイス。 アメリカなどなどです。到着するとまず最初に SIM カードを買いました。国の中ではマイクロ SIM カードを売ってない国もありますのでナイフで切って携帯に入れましたまた。 ホテルの部屋の入り口のドアが 3G ネットワークはよくつながるけれどもというホテルもありましたので、えー、悪い場合は机をドアの入り口へ移動させました最初は世界を旅するの楽しかったのですが日が経つにつれてそうではなくなってきました詰まったスケジュールの中評価を終えなくてはならない、えー、荷物をほどく間もなく次の目的地へ移動するというとっても疲れる旅でしたたまには いいかもしれませんが、そうそうできるものではありません。LINE 通話はグローバルサービスなので、世界レベルでの品質を評価しなくてはなりません。でも、毎年、このようなチームを世界中に送り出すことはできません。そこで、各国に測定のデバイスを設置することにしました。 それは自動でダイヤルをして計測します。そして結果をです、ね、分析し、統計的数値を出すシステムを開発しました。このシステムの設計は、まず、以下の要件がありますチームは通話中のユーザー体験を表す数個のメトリックスを特定していましたが、そのチームが取得した客観的メトリックスを測定するという要件です。 次にこのシステムは LINE 通話とプラス LINE の競合アプリの評価をする設計にすることそしてこのシステムはモニタリングそしてメトリックス比較について使いやすいユーザーインターフェースが要件でした数年の研究の結果グローバル品質モニタリングシステムを開発できましたこのシステムは Android と iPhone にも使います そしてこれはスマホにインストールできるコミュニケーションアプリなら何でもその音声と動画を測定評価できます。その上 G、3G、LTE、Wi-Fi などのようなモバイルネットワークにでも対応できます。世界各国のすべてのモバイルオペレーターをサポートしています。では、 このグローバルクオリティモニタリングシステムの機能を見ていきましょう。24時間このメトリックスを自動的に測定しています。そしてそれぞれのメトリックスコアが確認できます。そしてその統計的特性というのを分析できます。国を選んで、アプリを選んで、機関を選んで、電話タイプ、それからオペレーターを選びます。 そして、すべてのメトリックスをです、ね、ユニークな方程式を使って一つのインデックスにいたします。 でこれはユーザーエクスペリエンスの中で分かっております。で、このインデックスを使ってです、ね、通話の品質を評価します。で、これはです、ね、日によってインデックスが変わっているものですけれども、緑の線が LINE の通話でいつもトップスコアがついています。また、グローバルのクオリティスコアをマップでもモニターすることができます。 緑の色ということは品質が高いということですこのマップで見ますと、えー、もう 一度にですね、まあ世界の状況がわかるわけです。グレーの部分というのはこれまで、これからもまた調べていかなければいけません。これが一番お気に入りの機能です。なぜサウンドの品質がいいか悪いかを分析できるんです。この右上の値というのはですね、ポルカの値です。で、モスのスコアと遅延と、それから信号の増幅などの情報なども載っています。また、リアルタイムでこの音のですね、スペ,スペクトログラムも見えます。 これで良いサウンドかどうかがわかります。この機能をちょっと見せて、えー、見せお見せしましょう。モスのスコアは四でしたね。スペクトログラムから見ますと。 この通話は、まあ、スーパーワイドバンドのクオリティだということが分かりました。この例は悪い音の例です。前のスライドと比べますと、スペクトログラムが、まあ、ワイドバンドになっているのが分かりますね。で、この音声の進出というのは FM と AM のラジオと同じです。この違いというのがですね。そして、まあ、最後の文章が消えてましたよね。モスのスコアは2位になってました。では聞いてみましょう。<laughs> まここまでは音声通話の話をしてまいりました。でも LINE コールではまあビデオの通話サービスもあります。ですので、ビデオのえ通話の品質も測定しなければいけません。残念ながらまあ人間のですねえ視覚特徴というのはすべてのえ認識プロセスでえ特定することはできておりません。ということで、ポルカのような1つのメソッドは存在していないんです。ですので、ほとんどのビデオ通話はえいくつかの測定方法を 方法合わせて使っています。2つの主な方法でビデオ通話の品質を測っています。フルレファレンスとノーレファレンスです。まあ、名前を見てわかるように。まあ、オリジナルのビデオからどれぐらいの情報が得られるかということによっております。 FR プルレファレンスのメソッドの方はオリジナルのビデオとそれからゆがんだビデオを比較しております。FR のメソッドを使うのであればかなり正確に動画の品質を測定することができます。 NR、ノーレファレンスということは、もともとの動画があり必要ありません。なので、これはあビデオのピクセルドメインのアルティファクトを検索します。もともとの動画は使わないので、簡単に適用することができます。 まあ、NR の手法というのは、まあ、ビデオの正確な品質は測れないんですけれども、えーまあ、コーーデデックの、えー、性質からディストーションを測定すすることができます例えばほとんどのビデオコーデックはブロックベースのコーディングになってますのでネットワークが、えー、悪い状況ですと、えー、フリーズしたり、まあ、カタカタしたりしてしまうわけです。NR のメソッドは、まあ、そのようなディストーションを測定するのには向いています。 では、有名な FR メソッドをざっと見ていきましょう。FR のメソッドがたくさん提供されています。VMFAF というのは、ネットフリックスがこう開発したもので、TCP を通じてネットフリックスの動画ストリームをスコアリングしてまいりました。そして、そのとても使えるのがです、ね、コンプレッション、それからスケーリングレートを最適化するのに使っているパラメーターですで。完全の名前はビデオ丸 ア,ルチメソッドアセスメントフュージョンということです。ということで、これは人間のビジョンモデリング、それからマシンラーニングを作って、この品質というものを予測しています。ということで、この VMFA はとても良い予測をですね、品質に監視できるわけです。次が MSSIM です。SSIM ということは構造が類似しているということです。もともととそれから歪んだビデオストリームの間の構造の違いというのは 測定していますそれはまあ軌道を使ったりコントラストあるいは構造を使って測っています。PSNR というのがまあピクセルベースの一番よく使われている測定方法ですで。簡単に計算できますし、シンプルなログスケール、対数スケールによって数字を与えます。PSNR のまあ制約もありますので、それは 特定の状況ではです、ね、人間の視点というのを反映できないということがあるんです。PSNR というのはやはり人間の視覚システムを追加することによって改善されております。でこれはそれぞれの FR メソッドをです、ね、パケットロスの状況で0から50%まで下がっているものです。これはそれぞれのメトリックスでの変化のレートが見えられております。それぞれぞ パケットロスがなければ、そして20%のパケットロスまではです、ね、ビデオの品質は高いことが分かります。しかし、パケットロスが20%以上になってしまいますと、それぞれのメトリックスが線形で削減してし減ってしまいます。面白いように VMAF も VIFP の方はです、ね、他のメトリックスに比べてパケットロスに対して低い許容度を示しています。つまり VMAF VIFPS はです、ね、他のメトリックスに 比べて品質のの悪化というのを検知することとといいううをすするるここがででき次に、まあ、人間のスコアを使った、まあ、主観的な評価というのはご同じようなビデオで行いましたで。モススコアというのはパケットロスがない場合に高かったわけです。でこの値はです、ね、パケットロスが上がっていきますとどんどん下がりますね。そして、まあ、50%のパケットロスの時には最終的にはこの値が1になりました。でこの えー、論文によりますと、えー、その人間のスコアと、えー、VMAF と VIFP は、えー、高い相関関係があったということが分かります。 ほとんどの FR メソッドというのは、えー、フレームスキップなしにビデオコーデックのパフォーマンスを評価するように使われ、作られています。でもリアルタイムのコミュニケーションというのは、まあ、元々の FR メソッドの目的とは全然違います。というのもほとんどのリアルタイムの、えー、ビデオ通話というのは UDP トランスポートに基づいておりますのでやはりスキッピングというものが、えー えー、きます FR メソッドはフレームバイフレームのアプローチを使ってビデオの品質を評価しています。ですので、直接リアルタイムのビデオコールストリームには適用できないので、新しいアプローチが必要です。まあ、それは技術的には可能だと思います。 そして、まあ、ビデオストリームもです、ね、その受け取る側の電話でレコードするとで。これはルーティングフォンを使って解決しました。でこれは簡単にカメラから画像を取り込んで、それを操作できるんですねで。カメラの画像をアプリに送る前に、特定の番号というのを各画像でマークしております。で受け取り側の電話の方でまで、あ、送信された画像というのが、 表示されるときにファイルに記録されます、そして各フレームについている数字というのが、OCR の技術を使って認識されます、受け取り側でルーティングの電話は必要ないわけです、アイドロイドも iPhone もです、ね、この録,音録画機能というのを持っているからです、でこのメソッドがすべてスマートフォンでのアプリケーションに適用できます。 そしてこのビデオフレームのマークから情報を得ることができます。えー、先ほど言ったようにフレームスキップがその受け取り側の電話で起きます。で、その参照画像で、えー、そのレコードされた画像と同じマークを持っている参照画像を集めます。これらのファイル が FR メソッドの方に入れられらますそしてフレームレートとかエラーのフレームレート、ジッまあ遅延の情報というのをマークの方から抽出できます。このような追加情報を使って NR メソッドでガタガタカクするという問題を測定することができます。このようなビデオ評価がこちらに表示されています。まずは、センダーとレシーバー両方で記録された動画 動画を見てみましょう。 はい、このメトリックスが右側に表示されていますね。各メトリックスがフレームごとにその評価の値というのを示しています。かなりスコアが高いケースですね。VMAF は95ポイントぐらいになっています。まあ、時にです、ね、フリーズしたりスキップしたりというのが確認できるかと思いますで。フリーズが起きてしまうのはスキッピングの後に起きていますね。ス,ピッキ,ースキッピングが起きますと画面に表示するビデオフレームがないからです。でスキッピング ピングする最後のフレームを何度も何度も新しいフレームが到着するまで表示しなければいけないんです。ではこちらが悪いですね動画の品質の例になります。もうすぐに分かりますね、悪い品質だと。おそらくネットワークの状況が悪かったんでしょう。 でこのビデオでもです、ね、こうカタカタブロック見えますね、そしてどんどん遅れが発生します、そしてフリーズしたり、スキップも発生していますこちらがまあビデオの評価システムについてでした。 ではここからですねちょっと違った品質に関するお話をしたいと思います。音声の品質測定システムを先ほど説明いたしましたけれども、まあ、これはイヤージャックを通じて音声の電気特性を測定しています。しかしほとんどのユーザーというのはいわゆる音響の音というのをその耳を介して聞くわけですよね。もっと具体的に言いますとまず音波が スピーカーで振動しますそして、それが磁界、まあ、そして外耳道を通って、えー、伝わります。で、磁界というのところが、その音の方向を特定します。そして、この磁界というところから、えー、音波がですね、この、えー、外耳道というところを通じて、えー、伝わります。で、この外耳道というのは、その音を大きくしてくれる、アンプのような役割をしてくれます。で、音波が、えー、その、えー、外耳道を通って鼓膜に到達します。 で音波が鼓膜に到達しますと、感覚情報がこの内耳に届きます。このの内耳の主な、えー コード像というのは渦巻き感、あるいは蝸牛と呼ばれています。で、この感覚情報がですね、えー、その神経の形に交換されます。そして、最後に脳の中で音が認識される。これがその通話品質という正確な意味なんです。こういった測定をするためにはまあ、日本実際の人間の意味。 耳とか、えー、外自動を真似した測定がが必要ですね、えー、機材が1990年代にこの ITUT-P58 の方がこの、えー、機材をハ a という機材を、えー、開発しました。これは、まあ、人間の、えー、聴覚システムを使って、えー、速感、えー、考慮して音を測定するということです。ハ a t は、えー、現実的で正確,正確で、えー、そのリピートで できる音響測定というものをできるようになりました。で、これはハッツはですね、クローバのデバイスを作るときにも使われています。 通話品質に関連するすべての要素というものが正確に測定され、そして最適な品質通話を提供するために最適化されています。新しい電話がリリースされるために、正確なこの音声品質というのを HATS を使って測定して LINE の通話クオリティを確認しています。何か欠陥が見つかったときにソフトウェアのソリューションを開発して、このディフェクトを改善するために LINE コールの方にそれを適用しています。 最近の。 研究では3000人が主なアジアの国3つの国で調査されましたけれども LINE コールと別のアプリを使って比較したところ LINE のコールのクオリティの方が好きだという結果が出ましてそしてつまりはこれは両方のサービスをかなり使ったユーザーによって客観的な評価をしたということです。 でそれからとても面白いですね結果というのもこの統計的な特性を解析したときに分かりました日本の人たちはやはりオーディオコール使いますでタイの人たちもビデオ通話よく使いますでタイの人たちはやはり顔を見ながら話したいわけですまあこれ8年間もかかったことですからいろいろ面白い話はこれ以上あるわけなんですけれどもちょっとつまらない話が多かったかもしれませんけれどもいかに LINE の通話の品質を高く お予するために努力してきたかという話をお伝えしたかったんですまあ、でも予約ですねもうリラックスしてグローバルの通話のクオリティをオフィスでゆっくりモニターできるようになりましたしかしやはり通話品質というのは最も重要なものですからしっかりと管理すべきだと思いますそして今日の通話品質に関しても最善を尽くしておりますご,ご清聴ありがとうございました